家計法廷は17世紀のフランスで行われた裁判の一種で魔女、毒殺者と目された人物を家計にするために開かれた。被告は拷問に付され、死体は火で焼かれた。推理作家ジョン・ディクスンカーが上記題材に表した推理小説。本校で衝術。固有名詞は早川文庫版に従う。家計法廷は ジョン・ディクスンカーが1937年に発表した小説。カーの代表作のうちの一つであり、推理小説と回帰小説を融合させた作品として、後日の通り海外ミステリー作品ベースト店内に評価されることもある。第三者的ないわゆる神の視点から記述されるが、視点は主に編集者、エドワード・スティーブンスを追う。彼の隣人である、 弁護士マークでスパードの叔父・マイルズでスパードを襲った不可解な事件を題材に、毒殺犯の消失、納骨室からの死体の消失という二つの不可能興味を扱う。仮面舞踏会が開催された夜、マークの叔父・マイルズは自宅で死んだ。はじめは病死と考えられたが、秘書を飲まされたのではないかという疑いが持たれ、使用人の証言によって、マークの妻ルーシーに嫌疑がかかる。 ところが、その証言は、奇怪なもので、女の毒殺者が部屋から消失したように見えたと、いうのである。殺人かどうか調べるため遺体を改めようとしたところ、囚人監視のもとに、地下のお骨室に葬ったはずの遺体が見つからなかった。その遺体発掘に協力した一人、エドワード・スティーブンスは、流行作家のゴーダン・クロスの新作の原稿を受け取ったところだった。 その作品は17世紀フランスに暗躍した女性独殺者を描いたもので添えられていた独殺魔の姿は驚いたことに妻マリーに売り二つであったこのマリーにもまた独殺の権威が降りかかる本作は同一の事件に対しまず本格推理小説としての解決を行い後にマリーを中心とした視点から怪奇小説としてのエピローグをつけている地の文では どちらが正解かはわからないように記述されており、前者を取れば後者は、マリーの幼少期の経験によってもたらされた単なる妄想であり、後者を取れば前者は、魔女仲間の手による煙幕に過ぎない。推理小説的な犯人の一人とされる女性は、ニューヨークで打退した気王歴を持っており、それを嫉妬したマークの妹の元婚約者は、アメリカ合衆国を追われる立場となった。 当時の人工妊娠中絶への味方の一端が知られる。物語の終盤にゴーダン・クロスが現れ、主に安楽ス探偵的手法で次のような解決を示す。犯人はマークとその元愛人、ジャネット・ホワイトである。直接の犯人であるホワイトはマイラ・コーベットを名乗ってマイルズの看護婦として働いていた。殺人の動機は金銭欲とマークの妻への当てつけである。 マークは病死に見せかけて、おじを抹殺し金銭を得ることをも論んだが、ホワイトはそれに乗じて、ルーシーが毒殺者であるかのように偽装した。ここでは、鏡と暗室のトリックと、看護婦が殺人者であるという盲点をついた、心理トリックが組み合わされている。マリーに嫌疑がかかるような噂を流したのもホワイトで、ある。死体の消失は、共犯者マークの仕業であり、 ホワイトの犯行トレッドヘリングに気づいた、彼が妻を有罪にしないために行った。納骨室に葬った再数分の隙を作り、棺から死体を取り出し大型の花瓶に入れておいた。簡単に開けることができる木の棺を用いることを不自然に見せないよう、怪奇小説的な要素を持ち込んだ。納骨室を改める際にも、巧妙に時間を作り、死体を近くにある使用人の家に運び込んだ。 自白するように水攻めの拷問を受けるド・ブランビリエ、公爵夫人首謀は、マリーである。マリーは自らを、不死の魔女、毒殺魔ド・ブランビリエ公爵夫人の生まれ変わりだと、考えている。ゴーダン・クロスは、ブランビリエ公爵夫人の愛人の生まれ変わりであり、マリーの権威を晴らすべく、世俗的な解決を行った。クロミサによる、魔術的犯行の動機は一つには、自分の楽しみのため、 もう一つには、フッシャの仲間を増やすことであるとしているが、デスパード家は、元はフランスにおり、家計法廷で、ブランビリエ公爵夫人を処刑したのもその家計のものであったことが暗示され、復讐も同期として匂わされている。まずは、ホワイトとマークを仲間にし、いずれは、夫も仲間にしたいが、さすがに妻としての愛情があり、そちらは後回しにしている。ありがとうございます。